コンビニで手軽に買えるダイエットお菓子とは、マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。正直に言いますね、痩せたければお菓子を食べてください。え、お菓子を食べると太るんじゃないのって思いませんでしたか？お菓子イコール太るのイメージがありますが、選び方次第でダイエットの強い味方になるんです。そこで今回の動画ではコンビニのダイエットお菓子27選というテーマでお話ししていきます。今回ご紹介するお菓子はなぜダイエット中でも食べていいのか、最後に痩せるお菓子の食べ方もお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速セブンイレブン編、コンビニのダイエットお菓子一つ目はこだわり卵とバター香るふわふわバームクーヘン、178円です。高タンパク質で満腹感を得られるバームクーヘンです。卵由来のタンパク質が基礎代謝を高めて脂肪燃焼をサポートします。ショートニングも不使用なのが嬉しいですよね。少量でもしっかりと満足感が得られます。コンビニのダイエットお菓子二つ目は新潟県産もち米 100% 原骨塩、168円です。もち米は消化がゆっくり進むため満腹感が続きます。シンプルな塩味でカロリーも控えめです。例えば登山やハイキング中に食べるとエネルギー補給ができて、軽くて持ち運びにも便利です。腹持ちが良くって低脂質、ダイエット中におすすめのスナックです。コンビニのダイエットお菓子3つ目は香ばしく焼き上げた当たり目、178円です。イカに含まれるタンパク質は筋肉をサポートして脂肪燃焼を助けます。また噛むことで満腹中枢が刺激され満腹感も得られます。私は長時間のデスクワークのお供にしています。噛むことで集中力もアップするし気分転換にもなっています。しかも満腹感が得られるのでついつい食べ過ぎてしまう心配もありません。ガムの代わりに食べるのもおすすめです。コンビニのダイエットお菓子4つ目は有機甘栗、138円です。甘栗に含まれる食物繊維が腸内環境を整え便通を改善します。また低カロリーで自然な甘さが満足感を与えてくれるんです。私は小さい頃から甘栗が大好きで、もうほぼ毎日食べてるんですけど、生徒さんたちも持ち運びが楽で外出先でも食べやすいと話しています。手軽に腸活ができるおやつとしてあなたも取り入れてみてくださいね。コンビニのダイエットお菓子5つ目は焦がしバター香る口どけ、しっとりフィナンシェ、138円です。少量で満足感を得やすい贅沢スイーツです。バターに含まれる短鎖脂肪酸が満腹中枢を刺激し過食を防ぎます。濃厚な味わいなので1個でも満足感が半端ないです。ダイエット中でもたまにはリッチな洋菓子食べたくなりますよね。そんな時は我慢するのではなく、日頃頑張っている自分へのご褒美として召し上がってくださいね。コンビニのダイエットお菓子6つ目は北海道産小豆塩う小豆もなか、78円です。このクオリティで100円以下なんてコスパ良すぎの和菓子ですよね。小豆のポリフェノールが血糖値を安定させ脂肪燃焼を促します。また小豆には抗酸化作用があり、糖代謝を助け間食による血糖値の急上昇を抑えてくれます。どうしても甘いものが食べたい時ってありますよね。この小豆もなかなら洋菓子と比べて低カロリーなのと、1個あたり脂質がたっの 0.2g なので罪悪感なく食べられるのも嬉しいですよね。コンビニのダイエットお菓子7つ目は安納芋焼き芋羊羹、158円です。さつまいものレジスタントスターチが血糖値の上昇を抑え脂肪の蓄積を防ぎます。例えば食後のデザートにすると満足感が高まり間食を防げます。食物繊維が豊富なさつまいもの羊羹は腸活できるヘルシーなお菓子として、甘いものが大好きな方には超おすすめです。コンビニのダイエットお菓子8つ目はこだわりの塩で仕上げた石垣の塩味厚切りポテト、238円です。じゃがいものカリウムが体内の水分バランスの調整をしてむくみを解消してくれます。例えば甘いものを食べたら塩気のものも欲しくなって、ついついポテチ一袋完食してたなんてことないですか？この厚切りポテトなら良質な石垣の塩 100% で仕上げた噛み応えのある食感なので少量で満腹感が得られます。化学調味料なども無添加でお子さんも安心して食べられるポテトチップスです。ここまではセブンイレブン編ということでお伝えしました。ここからはローソン編ということでご紹介していきます。コンビニのダイエット菓子9つ目は
アーモンド小魚178円です。アーモンドの不飽和脂肪酸が脂肪分解を促し、小魚のカルシウムが骨密度を保ちながら代謝を助けます。もう最強の組み合わせだと思いませんか？タンパク質とカルシウムが豊富で栄養価が高く、手軽に食べられるのでダイエットおやつにぴったりです。コンビニのダイエットお菓子10個目は有機栽培の干し芋スティック228円です。干し芋に含まれる食物繊維が腸内環境を整えて、お腹すっきりぽっこりお腹を改善します。自然な甘みが満足感を与えてくれるので、例えば外出時に持ち歩いてちょっと小腹が空いた時に食べるといいですよ。また有機 JAS 規格認定のオーガニック栽培のさつまいもを使用しているので、安心して食べることができるのも嬉しいですよね。コンビニのダイエットお菓子11個目は国産さつまいもを使用したカリカリさつま芋けんぴ158円です。先ほどの干し芋はしっとり食感ですが、この芋けんぴはカリッカリで、これも美味しいんですよね。さつまいものレジスタントスターチが腸内で発酵し、脂肪の代謝をサポートしてくれます。カリッカリのさクサク食感が癖になるので食べ過ぎ注意ですが、自然な甘さを楽しめるスナックなので、よく噛んで適量を食べてくださいね。コンビニのダイエットお菓子12個目はしっとり御三焼きカステラ3切れ入り348円です。原材料名の1番目が国産のケイラン。もうこんな贅沢なカステラがコンビニで気軽に手に入るなんて、もう感激ですよね。卵は完全栄養食品と呼ばれるほど、食物繊維とビタミン C 以外の栄養が摂取できるので、代謝を高め、エネルギー効率を向上させます。甘さ控えめでしっとり食感なので、一切れで満足感が得られますよ。コンビニのダイエットお菓子13個目は強引ききなこミックスナッツ218円です。 DGI 食品で血糖値を安定させ、脂肪燃焼をサポートするナッツです。きなことナッツの良質なタンパク質が組み合わさることで、抗酸化作用と糖代謝促進効果がアップします。国産大豆 100% のきなこを使用しているのも嬉しいですよね。手軽に栄養補給ができる栄養価の高いきなこミックスナッツで、美味しく食べながら健康的なダイエットに取り組んでくださいね。一度に食べる量はマックス10粒程度がおすすめです。コンビニのダイエットお菓子14個目はエイタロー生姜蜂蜜のど飴235円です。生姜のジンゲロールが代謝を高め、脂肪燃焼をサポートします。また血行を促進し、冷えを改善して、体温が上がることで基礎代謝がアップします。人工甘味料など一切不使用なのも嬉しいですよね。蜂蜜と生姜の天然食材で、あ、高みのある優しい甘さです。喉のケアとダイエットを両立できる便利なアイテムで、喉が乾燥する冬場にぴったりです。コンビニのダイエット菓子15個目は冷凍ミックスベリー289円です。ポリフェノールが豊富で脂肪分解をサポートします。特にベリー類に含まれるアントシアニンが代謝を促進し、抗酸化作用で老化も防ぎます。例えば無添加のプレーンヨーグルトに加えると、簡単に腸活おやつができます。ベリー類は他のフルーツと比べて糖質が低く、手軽にアレンジもできるし、冷凍食品なので長期保存できて便利ですよ。ここまで大丈夫ですか？ここからはミニストップ編ということでご紹介していきます。コンビニのダイエットお菓子16個目はサクッとした食感、ショートニング不使用のチーズクラッカー98円です。チーズのカルシウムが脂肪の分解をサポートするクラッカーです。ショートニング不使用なので、安心して食べられるのも嬉しいですよね。例えばアボカドディップと一緒に軽食としてもヘルシーに楽しめるクラッカーです。コンビニのダイエット菓子17個目は練り羊羹あずき88円です。あずきのポリフェノールが血糖値を安定させ、代謝を促進します。低カロリーでありながら、疲れた時などエネルギー補給にもなるのがいいですよね。ダイエット中でもこのサイズなら罪悪感なく楽しめる羊羹です。コンビニのダイエットお菓子18個目はちっ
茶のお菓子チャイ風味パイ158円です。ジンジャーやシナモンなどのスパイスが代謝を高め脂肪燃焼をサポートします。一口サイズで少量でも満足感を得やすいのがいいんですよね。私のようなチャイ好きにはたまらない味わいです。コンビニのダイエット菓子19個目は一口きなこ玉138円です。きなこに含まれる大豆イソフラボンがホルモンバランスを整え脂肪代謝を助けます。しかもきなこって大豆製品の中で食物繊維量がトップなのをご存知ですか？なのでぽっこりお腹もすっきりしたら嬉しいですよね。なんだかこう懐かしくてほっとする優しい味で私も大好きなお菓子です。ここからはファミリーマート編ということで一気にご紹介しますので最後まで見逃さないでくださいね。コンビニのダイエット菓子20個目は瀬戸内レモンピール180円です。レモンに含まれるクエン酸が代謝を高め脂肪燃焼を助けると同時に体内の酸化ストレスを軽減し疲労回復をサポートします。ビタミン C がたっぷりで低カロリー、脂質はゼロです。例えば、仕事や子育てで疲れたって時に食べると気分がすっきりして疲れも取れたら嬉しいですよね。リフレッシュしたい時にもおすすめのお菓子です。コンビニのダイエットお菓子21個目はサクッと香ばしい黒豆おかき128円です。黒豆に含まれるアントシアニンが血糖値の上昇を抑え抗酸化作用が脂肪燃焼を促進します。国産のもち米 100% 使用、北海道産の黒豆入りなので良質なタンパク質を摂取しつつおかきの香ばしさも満足感を満たしてくれます。あったかいお茶と一緒に食べるとと一息つけると話す生徒さんも多いです。リラックスした時間を作ると腸もリラックスして元気に動いてくれますよ。コンビニのダイエットお菓子22個目は塩と油を使っていない4種の素焼きミックスナッツ378円です。高タンパクで栄養価が高く間食にぴったりタイナミックスナッツです。ナッツに含まれるビタミン E と不飽和脂肪酸が代謝を助け満腹感を与えてくれます。塩も油も使っていないのでヘルシーですよね。例えばカバンに忍ばせておいて外出先で小腹が空いた時につまむのに便利ですと私の生徒さんたちもお気に入りです。低糖質で栄養満点ですが脂質は高めなので1日あたり10粒程度にしましょうね。コンビニのダイエット菓子23個目はふんわりポップコーンあっさり塩味138円です。トウモロコシに含まれる食物繊維が便通を促進し腸内環境を整えます。塩分も控えめでダイエット中に罪悪感なく食べやすいのが特徴です。ポテチなどに比べて化学調味料も不使用、低カロリーで軽い食感なのに満足感の高いポップコーンはダイエットの強い味方ですよね。コンビニのダイエット菓子24個目は黄桃スナック257円です。黄桃に含まれるカリウムが体内の余分な水分を排出しむくみを解消します。自然な甘さが楽しめるスナックです。例えば生の桃と違って長期保存ができますし手軽にフルーツの栄養が取れるのも嬉しいですよね。コンビニのダイエット菓子25個目は冷凍カリッカリ食感大学芋225円です。さつまいも由来のレジスタントスターチが腸内環境を改善し便通を促します。さつまいもは国産紅まさり使用で1袋あたり食物繊維が 2.7g 摂取できます。例えば冷凍保存なので食べる分だけ解凍すると食べ過ぎ防止にもなりますし約30分で自然解凍もできるのでお弁当のおかずにも使えて便利ですよ。コンビニのダイエットお菓子26個目は茨城県産さつまいも仕様の焼き芋328円です。さつまいものお菓子が続くなと思ったあなたは鋭いですね。そうなんです、私はさつまいもが大好きだからです。なので、毎日食べるんですけどとにかく次の食事までお腹が空きません。なぜかというとさつまいもは低 GI 食品で血糖値を安定させ満腹感を持続させるからなんです。自然な甘さも満足感を高めてくれるので食べ応えのある焼き芋はダイエット途中の軽食や主食の代わりにもおすすめです。ちなみにほっかほかの焼き芋っても美味しいんですが冷まして食べるとより脂肪を溜め込みにくくできますよ。そしていよいよ最後コンビニのダイエット菓子27個目は
ファミリーマート限定喫茶店のレトロプリン185円です。卵と乳製品のタンパク質が基礎代謝を助け満足感を高めます。程よいサイズ感と甘さで頑張っている自分へのご褒美としてぴったりのプリンです。良質なタンパク質をしっかり摂取すると空腹感が落ち着くので、栄養価の高いプリンはダイエット中にもおすすめです。実はここまでご紹介したお菓子は全て無添加です。同じお菓子でも人工甘味料や化学調味料など添加物がたっぷり入っていると内臓に負担をかけ、結果的に代謝が落ちて太ります。逆に今回ご紹介したような無添加良品の材料のお菓子は内臓に負担をかけずに栄養を摂取できるので代謝を上げることができます。このように選び方次第でお菓子がダイエットの強い味方になります。とはいえご紹介したお菓子は食べ過ぎると太ります。そこで私が実践している痩せるお菓子の食べ方をお伝えしますね。それは天然水 500ml に対して純リンゴ酢を大さじ2杯入れた純リンゴ酢ドリンクを飲みながらお菓子を食べること。このドリンクが血糖値の上昇を抑えてくれるので、結果脂肪を溜め込みにくくすることができます。また今回お伝えしたお菓子を選ぶ時のポイント、一目でわかる添加物の一覧表や私の腸活ダイエット法を3ステップで実践して今後リバウンドなしで人生最後のダイエットにしたいという方は私の無料公式 LINE がおすすめです。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプがわかるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。次回も腸内環境を整え根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報をお届けしますので、チャンネル登録とベルマークのクリックをお願いします。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけたら、いいねやコメントをお願いします。質問には私がお返事しますので、ぜひ繰り返しご覧ください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。